り込もうとこしは舞妓を通じ終戦の観衆に挨拶、これが今世の分かりの挨拶になろうとはたり思いし人ぞあろうや。昭和26年7月8日一泊産業振興会主催になる新学龍剣道大会の当日、若院部大院部長においてやびこもうとく先生指導のもとに空手式が公開され、監修をしてその真偽に教壇のるつぼに叩き込んだその日こそやびこもうとくの名を新たに残す日となったのであります。では次に不動清純を青少年に叩き込み、精神の修養と体育の向上を隠してよくその人に当たっておられたものでありました。学び国場兄弟富士の三青年をして沖縄独特空手の妙義を公開、大なる感銘とともに異国に生まれし子孫にこの地図を伝えし、功績は実に大なるものあり、血の肉体はされど残された偉大な足跡とともにやりこもうとこの名は永久に不滅なのであります。